皆さんこんにちは、花です。今日はロレアルパリさんの新しいコレクションであるゴールドオブセッションコレクションからこちらのリップ2本を使ったメイクをしていきたいと思います。リップメイク以外は全部同じメイクなんですけれども、リップの色を変えることによってニュアンスの違った2つのルックをお楽しみください。そしてこちらのリップ他にはないようなとってもユニークなリップなので、ぜひぜひ気になる方はこちらもチェックしてみてください。それでは早速いってみましょう。まずはファンデーションから。今回もルーセントマジッククッションポーセリンの N4 ベージュミラクルを使用しました。こちらを専属のパフにとって少量ずつタッピングしながらつけていきます。みずみずしいツヤがとても綺麗なファンデーションで、潤いもあるので真冬でも安心して使えます。アイシャドウにはカラーリッシュラパレットヌード01ローズの左から2番目のカラーを指を使ってアイホール全体につけていきます。このアイシャドウパレットはピンク系のカラーが揃ったパレットで、女性らしいメイクをしたい時にはぴったりだと思います。次にパレットの一番右のカラーを同じく指でのせていきます。まずは際にアイシャドウをのせて、徐々に上に向かってグラデーションを作っていきます。多少ムラができても後からブラシでブレンドしていくので、この時点ではそこまで気にしなくて OK です。グラデーションができたら、汚れてない綺麗なブラシを使ってクリースやムラになってしまったところをブレンドしていきます。下まぶたには先ほど使った2色を専属のチップにとってふんわりとカラーをのせます。アイライナーにはスーパーライナージェルマティックペンの01ブラックアイコニックを上まぶたの粘膜と際に細く入れます。この後マスカラを上下のまつげにたっぷりと塗ればアイメイクは完成です。チークにはルーセントマジッククッションブラッシュの P3 ローズアフェアを使います。こちらはみずみずしいツヤと内側からふんわりとにじみ出るような血色感が出るチークです。ファンデーション同様少量ずつ取り、タッピングしながら頬骨に沿ってカラーをのせていきます。リップはカラーリッシュルルージュ G101 ゴールドと N601 ヌードゴールドを使った2パターンをご紹介したいと思います。ゴールドは名前の通り24金のゴールドダストがぎゅっと詰め込まれたリップ。ヌードゴールドにもゴールド同様のゴールドダストが忍ばせてありますが、普段使いしやすいピンクカラーです。まずはヌードゴールドを使ったパターンをご紹介します。今回は色をしっかり出したかったので重ね塗りしてみました。チラチラっと輝くゴールドダストとリップのみずみずしさが一体になってとても綺麗な仕上がりになります。次はゴールド。こちらは単体で使うというよりお手持ちのリップの下に忍ばせて使うカラー。こちらを使用することによってお手持ちのリップがより肌なじみのいいカラーになったり、ツヤ感が増したり、またはグロスなしでも唇がふっくらしたように見えます。今回私は唇全体に塗っていますが、唇の中心だけに使用したり、または外側だけに使用したり、お好みの使い方ができるリップです。上から重ねたのはこのゴールドとの組み合わせがとても綺麗なカラー、カラーリッシュエクストラオーディナリールージュ722メープルシックです。このコンボ最近の私の一押しなので、ぜひチェックしてみてください。以上で完成です。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバイ。